はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版三菱ふそうローザでございます。で、このローザというマイクロバスなんですけど、フロントマスクのデザインが大幅に変更されたということと、安全性能も強化されたということで、さらに魅力が増しているモデルということになっております。見ていきたいと思います。まずローザの概要が紹介されております。最近の三菱ふそうの小型トラックのキャンター、そして大型バスのエアロクイーン、エアロエースに採用されているフロントマスクのデザインが採用されたということになっております。これによって先進的で個性的なフロントマスクのデザインになったということになります。そして強化された安全サポート機能が紹介されております。自動ブレーキをはじめ安全性能も大幅に強化されて、安心感も増したということになっております。そして安全サポート機能の詳細が紹介されておりまして、歩行者検知にも対応しているミリ波レーダー方式の衝突被害軽減ブレーキシステムが採用されておりますし、車線視察警報のシステムも採用されております。さらに車両安定制御装置も採用されておりますし、坂道発進補助の EG5 という装置も採用されております。さらにエアバッグもしっかり採用されているということになります。そしてインテリアについては紹介されております。インパネ周りのデザインも変更されて、さらに扱いやすい感じになっているということになります。さらにメーターも視認性に優れたメーターが採用されておりますし、メーター中央部にはマルチインフォメーションディスプレイも採用されているということで、車両の状況などを細かく把握することができるようになっております。さらに Bluetooth 対応の AM/FM ラジオチューナーが採用されているということになりますし、主要グレードにはハイロービーム、ポジションランプ、フォグランプに LED ヘッドライトなどが採用されております。これによって先進的な顔つきになったということと、視認性も向上しているということになっております。そして客席のシート周り、このような感じになっております。シートも上質なものが採用されております。そしてメカニズムが紹介されておりまして、環境性能にも優れたエンジンが採用されておりますし、尿素 SCR も採用されて、より環境にも優しい仕様になっているということになります。さらに主要モデルのミッションがデュアルクラッチミッションということになっております。6速のミッションとなっておりまして、走行性能も向上しているということになります。そしてローザの最大の長所となりますと、4駆モデルがラインナップされているということになっております。これによって走行安定性能も向上しているということで、雪の多い地域での使用も安心してこなせるという感じになっております。そして4駆モデルは全車フルタイム4駆ということになっております。さらに4駆モデルを選択しますと、寒冷地仕様が標準装備ということになっております。そして主要装備、そして収納などがこのような感じになっておりまして、かなり使い勝手も考慮されたマイクロバスということになっております。さらにカラーバリエーションも8色の展開ということで、ユーザーに合わせたカラーリングをチョイスすることができるということになります。そしてグレードが紹介されておりまして、一番ベーシックなモデルはエコラインとなります。エコラインになりますと、 LED ポジションランプ付きのハロゲンヘッドライトが採用されております。そしてオートクーラーなども採用されておりまして、シート地がビニールタイプということになっております。そしてバリエーションがショートボディ、そしてロングボディ、スーパーロングボディのバリエーションとなります。ショートボディは25人乗りタイプがラインナップされておりまして、ロングボディですと29人乗り、そして25人乗りタイプで用意されております。スーパーロングボディになりますと33人乗り、29人乗りの仕様でラインナップされております。そしてロングボディ仕様になりますと肉4駆選べるようになっております。そしてミッションが6速の AMT、 そして5速マニュアルで選択できるようになっております。さらにリアの2列を撤去した車椅子使用者や積載性能を重視したタイプもラインナップされております。そして主要グレードがプロラインとなります。プロライン以上になりますと LED ヘッドライトが採用されております。さらにフルオートエアコンも採用されております。そしてスモークガラスやフロントブラックアウトされたデザインが採用されております。そして座席周り、このような感じになっておりまして、バリエーションはエコラインと共通の感じということになっております。こちらもロングボディ仕様が2駆4駆選べるようになっておりまして、ミッションが6速の AMT、 そして5速マニュアルで全モデル選択できるようになっております。そして最上級仕様がプレミアムとなります。こちらはインパネシルバーラインが採用されておりますし、フロントドアトリム、ピラートリムも専用のものが採用されております。さらにフェンダーカバーも採用されておりますし、ブラックのシーリングなどが採用されておりますし、シートも上質なものということになっております。そして特装車で観光使用車が設定されております。車内もさらにゴージャスな仕様となりまして、専用の荷物室や充電用の USB が採用されるということになっております。
そしてオプションのラインナップが紹介されております。シート表皮、グレードやモデルによって3種類で設定されておりますし、スイングドアタイプも用意されるということになります。さらに電動補助ステップもスイングドア、オリドドア用でそれぞれ設定されております。自動ドアとセットということになっております。そして各種オプションもいろいろと用意されております。アルミホイールやシートバッグのカップホルダー、そしてボトルクーラーなども設定されております。そして装備一覧表が紹介されております。このような感じになっております。そして使用条件表が紹介されております。このような感じになっております。そして環境仕様、燃費の一覧などが紹介されております。そして走行性能や旋回図なども紹介されております。そして車体の寸法図が紹介されております。このような感じになっております。そして直走車などが紹介されております。幼稚園バス使用車がこのような感じになっております。主要モデルはハイルーフとなるんですけど、オプションでロールーフタイプも用意されるということになっております。そして路線使用車も設定されております。そして副車両のチェアデッキ使用車もラインナップされております。そして三菱ふそうの工場が紹介されております。そして保証やアフターサービスなどが紹介されております。このような感じになっております。そして三菱ふそうのバスのラインナップが紹介されております。そして裏表紙がこのような感じになっております。はい、ということで今回は最新版三菱ふそうローザについて紹介しました。カタログの内容と話の内容を異なる表現とあったと思いますが、想定はご了承ください。また所々お聞き苦しいところもあったと思いますが、想定もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。